SJ タイプのご紹介をと思っております。はいはい、紹介させていただくのは、カーシー博士の Please Understand Me 2でございます。はいはい、私を理解してよと、はい、僕の中の僕が言ってます。はいはい、私を理解してよって私に言ってるって感じですよね。僕の中では自分自身で、そうですね、はい、なんでこの僕の中にいる僕っていうのは、はい、体調の中にいる僕もいるわけじゃないですか。はい、体調に乗ってる人がいるんですよ。はい、僕に乗ってる子がいるんですよ。はい、この子たちって別人なんですかね。はい、どういうことですか。いや、僕の中に僕がいるじゃないですか。はい、この僕っていうのは、はい、この今のこの僕なのか、はい、よくなんかあまりこういうの使いたくないんですけど、はい、真我みたいな言い方するじゃないですか。はい、真の我と書いて真我みたいな、はいはい、そういうなんかつるんとした真っ白な僕がいて、はい、それが汚れた僕というモビルスーツに乗ってる感じなんですかね。いや、もう一つじゃないですか。あ、一つですか。一つ、なるほど。はい、まあ、僕の感覚、まあ、感覚の問題じゃないか、その辺は。僕の中では僕じゃない感じなんです。僕じゃない、僕はもう僕ですからね。乗ってる僕も僕ですか。僕ですよ、乗ってないですもん。あ、もうギュって詰まった感じですか。全部自分って感じですよね。あ、中に空洞は、はい、コックピットはなくて、はい、なるほど、はい、多様性の話をしています。はい、まあ、考え方の違いじゃないですか、はい、感じ方というか、SJ タイプのお話をするんですけども、うん、SJ タイプはガーディアンと言われますと、はい、もしあなたが確かな情報と安全な判断について話すならワシントン大佐は間違いなく、あ、出します、現在の中で最も偉大な人物ですと。これ SJ タイプというのは具体的な言葉を選び仲良くした人ですね。相互扶助、はいはい、共同組合の人たちです。はいはい、こうしてパトリック・ヘンリーはジョージ・ワシントンをバージニア民兵隊の指揮者に支持することを宣言しましたが、このような言葉はワシントンの公共の生涯を通じて真実でしたと。うん、なんでこれはあれなんでしょうね、このアメリカの方なら多分わかる人物なんだと思います。はい、うん、ワシントン大佐の最初の偉業はアメリカの植民地で強力なイギリス遠征軍に対してラグタグの大陸軍を勝利に導いたことでしたと。このような驚異的な成功を収めるために彼は8年間常に信じられないほどの過酷な条件の下で志願兵からなる小さな軍をまとめなければならなかったと。うん、さらに彼はイギリス軍と開戦しないように心がければならなかったと。もし彼が交戦する場合自分の条件でしか交戦しないようにしなければならなかったと。幸運なことにジョージ・ワシントン将軍の能力はアンディ・ジャクソンのような戦術指揮官やドワイト・アイゼンハワーのような戦術指揮官ではありませんでした。まあこんなようなことが要は、まあ、現場で状況判断をして、はい、うんうんうん、常に正しい行動をして、はい、まあ、回していくみたいなことじゃないですか。平坦です。平坦、平坦です。はい、はい、このイギリスから植民地を解放することはワシントンの唯一の功績ではなかったと。はい、彼はまたアメリカ合衆国が民主主義への道を歩むのを監督する義務があると考え、アメリカ合衆国の初代大統領として8年間内閣と州の間の内部争いに苦闘しましたと。彼は新しい国がモナーキーまたは、独立政権に逆戻りしないようにしたのは彼自身であり、これまで全ての解放された地域がヨーロッパやアジアで行ったようにと。1970年代半ば、私はマイヤー、カーシー博士の初めに、はい、まあ、マイヤーの下で学んだカーシー博士が、はい、マイヤーの SJ をエピメテウス人と呼びましたと。はい、エピメテウスというのは、はい、ギリシャの神の中で、はい、NT のプロメテウスの弟で、はい、パンドラの夫ですね。はい、パンドラの箱の、はい、パンドラの方が有名、はいはい、まあ、ミキティでおなじみな感じですかね。はい、エピメテウスと呼んだと。
それはギリシャ神話の義務の神エピメテウスにちなんでいると、はい、しかし1980年代になると私は編集者であるステファン・モントゴミリーの強力な後押しを受けギリシャの女神デメテルがはるかに適していると明らかになったと。エピメテウスじゃないよって話ですね、はい、デメテルというギリシャの神の方がふさわしいと、うんうん、デメテルは秋に崇拝され彼女の任務は収穫を保護し年が長い冬に向けて家庭と家族の慎重な供給を確保することでしたと。デメテルの名前さえもガーディアンズとして今も呼ばれるようになったものだと、物流知性の両方の知識の形態でありますと。第一に管理、つまり物の量を測定し部分を割り当て数量を追跡し全てが適切な場所にあり各人がやるべきことをするように確保すること、うん、そして第二に保存だと。つまり注意深く在庫とサービスを管理し、うん、他の人のニーズを満たし、うん、欠乏や害から守ることだと、うん、めちゃめちゃ大事な人じゃないですか。めちゃめちゃ大事な人ですよ。でもそういうのが SJ の人たちは、はい、それを道具にしているということですね。自分の目的のために、それが合わさってそういう行動しているってことですね、うん、まあ、それが大切だと思ってるからそう行動してるみたいなとこじゃないですか。仲間は守るし、そう、財産も守るし、でもちゃんと分かりや、誰にでも分かりやすいように具体的な話し方もするし、うん、でルールですよね。だから社会規則みたいなは守らないと、守らないと、まあコミュニティじゃないですか。こういう社会があってこういうルールがあって、だからあなたたちの安全も守りますよみたいな義務を果たせばねっていう、義務も、そう、そんな感じじゃないですか。なるほど、はい、ではじゃあプラトンはどう言ってるかってことですね、うんうん、プラトンの守護者っていう項があるんですけど、ガーディアンはギリシャ語のピスティケというんですかね、 PISTIKE ですという言葉の英語での対応だと。この言葉は信頼できる信念を持つ人々を意味すると。プラトンの国家ではガーディアンの社会的な役割は彼らの周りの人々の活動や態度を監視することだったと。プラトンのガーディアンは物事の世界に焦点を当て常識を重視し道徳的に正しい信念を持っていることで知られており、他人のニーズと危険に敏感だったと。他人のニーズっていうのは自分の信念を脅かしてくるものっていうことなんですかね。他人のニーズだからこうみんな大切なんですよ。道徳的みんなのものも守ってあげる、みんなのものも守ってあげる、だから自分のものも守るしっていう。なるほど、はい、プラトンの弟子であるアリストテレスはある人々が官能的な生活、うん、倫理的な施策、はいはいはい、論理的な対話、うん、ではなく金儲けの生活、はい、利得の生活、うん、財産の獲得と管理に幸福を見出すとしましたと、うんうんうん、なんでまあこれを読み解くと官能的な生活っていうのは SP で、うん、倫理的な施策っていうのは NF で、うん、理論的な対話っていうのは NT、うん、でもこの人たちは、利得、うん、財産、まあ、ちゃんとするって話じゃないですか。完璧に自分を守るみたいな、幸福を見出すと、はい、なるほど。したがってアリストテレスの視点ではプラトンのガーディアンの社会的な役割は所有権を持つ者としての役割であるとされていると。ガレンというまたこれもドイツかどっかの、はい、哲学者、まあ、医者かもしれません、両方かもしれません、はい、ガレンはこのガーディアンをメランコリクスと呼びましたと。なぜなら彼らの気質は黒い胆汁に支配され、うん、不利な結果を予測し彼らを陰気で悲しい厳粛な人々にさせるからですと、うん、しかしガレンの関心は気質の暗い側にあり4つのネガティブな極端なものに焦点を当てていたと。彼は陰気なメランコリクスを楽観的なサンギニアン、これがアーティザン、SP ですね、短気なコレリックアイデアリストなんだこれ、はい、NF です、はい、短気なんですね彼らは、まあ、そうかもしれないです。わーって出てくるんじゃないですか思いが。なるほど、はい、
確かに、はい、否定はしません。あとは沈黙的なフレグマティック、うん、これは NT ですね、はい、とは異なるがそれほど悪くないと考えていたと、うん、パラケルススはこの種の人物をノームと名付け、伝説の中で地下や洞窟で過ごす小人のような存在の一員として表現したと。ノームたちは宝物を管理する存在とされている。サンタクロースとその手伝い、トールキンの物語のホビット、白雪姫の七人の小人など、ノームに関する話は彼らの性格を多く伝えていると。またアイルランドの民間伝承に登場するレプラコーンは自分を捕まえた人に隠された宝物を明かすことができるエルフのような存在だと、うん、ノームは財宝または最も価値のあるものの管理者であるだけでなく、ことわざ格言金言戒律格言など簡潔なこういう言葉や古い言い回しに精通しており、アドバイスを求める人々にそれを提供するのが役立つと信じていると。っていうのを聞くと、なんか自分は結構、はい、そういう、いや急がば回れって言うしさとか、はい、金持ち喧嘩せずだよねとかっていうのを信じてたりするので、はい、でもそれは NF 的に信じてる可能性もありますよね。なるほど。なんかもっと具体的な感じじゃないですか。財産は守らなきゃいけない、お金を無駄遣いしちゃいけないみたいな。でアディケスはプラトンのガーディアンをトラディショナルと呼び、はい、まあ、伝統的だと。彼らの社会的なグループの伝統的な慣習を信じ、それに参加する人々を指したと。アディケスは彼のトラディショナルを彼のイノバティブアーティザンと同様に他律的または他中心的、まあ、他中心的というんですかねと考えたが、その他律性は家庭やコミュニティでは伝統習慣儀式儀礼の慎重な観察の形をとったと。アーティザンと同様にっていうのは SP と同様に S 具体的ってことじゃないですか。ああなるほど、はい、多律的多中心的、まあ、確かに並びで言うとそうですね、はい。シュプレンガーはこのガーディアンをエコノミックと考え、これは物質的な富の生産発展管理に関連する経済と非常に似ていると。シュプレンガーの視点ではエコノミックなタイプはプロプライエタリー所有権者のアリストテレスと非常に似ており、経済において安全を見つけようとすると。したがって私はシュプレンガーの視点ではエコノミックなタイプがセキュリティシーキングと呼びたいものを持っていると考えるかもしれないと。なんかまあこれ英訳がチャット GPT なので、はい、若干違和感があったら申し訳ございません、はい、なんかなんとなくで受け止めていただければ、はい、まあ、英訳自体が違和感ありますからね、あるかもしれません、はい、でクレッチマーはキャラクターの暗い側を注意深く見る最初の人物であり、ガーディアンをデプレッシブと名付け、時折ガレンの用語メランコリクスを使用しましたと。そのため彼はこのクレッチマーは彼らガーディアンを陰気で悲しい厳粛な存在とみなし、さらにクレッチマーは一部のガーディアンに降りかかる種類の非合理的な行動が選択の問題ではなく気質の問題であるというよりももっと多くを示唆していましたと。ガーディアンが不利な状況に追い込まれ、明白な理由がないにもかかわらず意気消沈することは強いネガティブな感情に苦しめられ彼らを動けなくし無力にするためですと。なんかこの明白な理由がないのに意気消沈するっていうのは、はい、自分にすごい感じるとこでもあるんですけど、はい、僕はなんで SJ も自分のことを疑ってます、うん、はい、NF もそんなとこありそうですけどね。明日の朝ですかね、はい、クレッチマーのようにフロム、これはエーリヒ・フロムなんですかね、うん、はキャラクターの両側面、つまり負の側面と、正の側面を検討したと。彼はガーディアンをホーディングタイプと呼び、ホーディングを行うのは良くないと考えましたが、このホーディングというのはホーディングとは他の人にとってほとんど価値がないと思われるものを
大量に溜め込み処分できない行為と定義されてるみたいです。捨てれないって 話、捨てれないって話ですね、はい、ホーディングタイプと呼び、ホーディングを行うのは良くないと考えたが、肯定的な側面では彼らのその忍耐強さと注意深さ、用心深さ、冷静さ、経済的であること、動揺しない、忠実、方法論的、生前、実践的、控えめ、予測可能と称賛したと。最後にマイヤーズのガーディアンのキャラクター研究の貢献については、彼女、まあマイヤーズですね、マイヤーズはこのガーディアンに対して感覚的判断タイプ SJ と呼び、彼らを保守的、一貫性がある、信頼性がある、詳細、事実に基づいている、働き者、入念、忍耐強い、ルーチン化された、感覚的、安定している、徹底的、散漫ではない、衝動的ではないと述べたと。これは行動と態度の非常にはっきりしたパターンであり、 SP とは明らかに異なり、 NFNT とは鮮やかに異なっていると。なるほど。